Hey guys! Hey guys! Hey guys! おはようございます。おはようございます。相変わらず半袖。はい、うまい。もう寒いですよ。まだまだ。まだまだ寒いっすよ。はい、ちょっと寒くなってきたところで、はい、コツメカワウソ社の前に今来ていただいてるんですが、はい、今ですね、桂浜水族館、このコツメカワウソ社を建て替えようというプロジェクトが進んでおります。はい、ご存知ですね。はい、それがこちら、ブーン、カワウソ社なんかカエルで大作戦、イエーイ。ということでですね、いわゆるクラファンってやつですね、はい、クラウドファンディングってやつですね。このカワウソ社いつ頃からできてるかご存知ですか？来た時からそうですね、自分もね2017年入社なんですけど、来た時からありました。もうその時からボロボロでございました。で、調べたらですね、約20年前にユーラシアカワウソを飼育しているのが桂浜水族館の、カワウソの歴史の始まりなんですよね。ちょっとうるさいよ、うるさいよ、今大事な話してるからね。で、それからですよ、やっぱり月日が、年月が流れ、かなり老朽化が進んでまいりました。はい、ちょっとその老朽化が進んでるところをちょっと紹介しようかなと思います。はい、じゃあアシュさん、まずはい、どっか一箇所、中開けていただいてもいいですか？はい、外側行こうかな、行こうかな。じゃあお客さん、はい、ここ、あ、もう簡単にペロペロなんですよ。あ、そうですね、これね、ペロペロ接着剤でつけたりもしましたけどね、やっぱりこうペリッとなっちゃうんですね。何回も行きますね。ここはもう完全に剥がれちゃってます。そうですね、そうですね、これも剥がれてなんかもう見た目も悪いし、もうボロボロ感、まさかこうなんかもね、穴開いちゃった。あら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 、これやられてますね。そうなんですよ、これはもう犯人分かってますね、あれね。これシロアリさんです、シロアリさん、はい、はい、こういう、もう中は水ともボロボロが分かります。そうですね、これでも一応2019年に、はい、綺麗に一回してるんですよ、外側だけ。そう、そうそうそう、でも4年でこんなになります。はい、4年でこんなになってしまいます。アシさんもそうですね、お客さんから見た時に今どんだけボロボロかっていう。そうですね。じゃあ次ヤブさん。はい、中側はもっと悲惨なことになってしまっているので、はいはい、はあ、まあ特にやっぱり、はい、この辺りとかも火がもう消滅してしまって、ここなんかもうズボッとなくなってますね。ここ木がこうあったんですよ。本当はそう、綺麗にこうあるんですよ、これ、木があったんですが、やっぱアリさんにね、むしゃむしゃと食べられてね、こんな風になったりとかね、してますね。そうなんですよ、こっち側とかもね、ここなんかもモルタルでこうちょっと故障した跡なんかもありますけども、我々も頑張りましたね、これ ね、できる限りの、はい、つい先月はもうこの扉がこうガタンと落ちるという、でここに木をかましてね、モルタルで貼っつけたりなんかもしました。我々でもできることはこうやっているんですけども、はいはいはい、でもやっぱボロボロ否めないという、そうですね、ところがありますね。ありがとうございます。はい、じゃあ次藤井さん、はい、どうかありますか、ボロボロなところ。僕そうですね、ここ入ったことないんでわからないんですけど、はい、なんか多分床の腹にその下の木とかも絶対朽ちてると思うんですよ。そうですね、朽ちですね。もしかしたらもうガタンと行く可能性も、あ、それはないです。ないですそれはコンクリート基盤がしっかりはしているんで。なるほど、それは良かったです、はい、でもまあ言うとね、まあ水漏れ、水漏れちょっと染みていますね。確かに水漏れがしていたりだとかしていますね。あとですね、皆さんこれ意外とね、知らない方多いんですけど、もともとこれスノコしてないんですよ。それ聞いた時びっくりした。このスノコを僕らで作ったんですよ。後付けなんですよ。そうなんですよ、後付けなんですよ。これスノコ剥がしたらどうなってるかっていうと、しましょうか。いや、剥がさない方がいいです。剥がさない方がいいです。剥がしたら次、また はめるの大変ですよ。この下ですね、普通に、まあこういうね、
青い壁面みたいな感じなんですけども、まあそこもですね非常にあの老朽化が進んでボロボロになったりとか。青だったんですか？いや茶色っす。茶色、茶色。ちょっと名残が、はい、うん、YouTube の動画あの過去に遡ってもらったら、うん、このスノコがない時がね、うん、動画があると思いますので探してみてください。で私的にですね、はい、まあ一番、まあ、ボロボロというか、まあ、面白いなと思うのはですね、あのこれですね、これね、これね、いい職人ですねって思いますが、あのこれはあの自然の力でございます、はい、我々がここにレイアウトしたわけじゃなくてですね、屋根を突き抜けて、そうです、鶴がここまでやってきてただ垂らしてるだけという、というところでございます。で見てください、上も屋根を見たものもボロボロですね、はい、ね、はい、といったところで、あのまあとりあえずですね、まあこの後ろが山なので、まあ20年も経てばこんだけアリさんにやられるぞというところでございまして、この度クラウドファンディングを立ち上げまして、目標金額が800万円でございます。800万円皆さんからご支援をいただいて、皆さんと一緒にカワウソ社を新しくきれいにしたいという願いがあります。でその新しくしたカワウソ社で、じゃあどんな風にお客さんに見てもらいたいかっていうのをちょっとあの一言ずついただいて動画を締めようかなと思います。はい、じゃあ藤井さんからお願いします。はい、そうですね、新しくなるんではできることも多分また変わってくると思うんですよ。例えばまあこの高さだったり、まあこの見えやすさだったり、なので今以上にカワウソたちをまあより近くに感じてもらえるように、まあそういったものになっていただけたらなと僕は思います。ありがとうございます。次、いやいや藤井さんと似た感じになるんですけど、僕も今以上に見やすい環境で、あと水中の泳いでる姿なんかも、まあ、見れれるようなようにできるかどうかわかんないですけど、そうなればいいなという願いが僕にはあります。こんな感じです。ありがとうございます。はい、じゃあ最後ヤブさん、はい、半袖のヤブさん、はい、半袖のヤブですけども、まあ今見ていただく通り、もう至る所にこうちょっとまあボロが出てきまして、まあ何ですかね、まあこのままだと本当にちょっとこうカワウソたちもそうですし、我々スタッフもそうですし、あの見てくださるお客様にとってもちょっとこうあんまり快適な感じじゃないかなって感じになるので、うん、ここは一つ皆様のお力をこう添えていただいて、あのみんながあの過ごしやすいようなあのものにできたら、すごいみんな嬉しいかなと思うので、皆さん何卒ご協力のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。まああの私からするとですね、はい、やっぱりちょっとやっぱ楽しんでほしいですよね。カワウソたちもそうやし、お客さんもそうやし、新しくできたカワウソ社に、カワウソたちも人間も楽しんでいただけるっていうような施設にしたくて、まあなんかギミックがねいろいろあったら面白いですよね。カワウソたちがねこう登ったりとかね、どっか隠れたりとかねしながら、そういうギミックがいっぱいあるようなね、あの見てて面白いで、カワウソらしい行動も引き出せるような、そんなカワウソ社になれたらなと、私リーダーは思います。はい、なので、この動画のリンクを貼っておきます。概要欄にリンクを貼っておきますんで、皆さんぜひどんなことが思いがあるのか、まあ、この動画だけじゃ伝わらないのでね、そういったところもリンクから飛んで見ていただければと思います。クラウドファンディング期間があります。10月の28日からやっておりまして、年末ですね、12月の26日、まあ、約2ヶ月間で、このプロジェクトは終了します。で一応クラウドファンディングにもですね、あのいろいろなんかタイプがありまして、今回のタイプは達成しなかったらやりませんっていうタイプです。はい、はい、ご支援いただいた金額をあのありがたく頂戴いたしますじゃなくて、800万までいかなかったらこのプロジェクトはなしっていうような、まあ、強気の、クラウドファンディングのタイプでございますので、はい、皆さんぜひ一緒にカワウソ社を立ち上げましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一切カワウソ映っておりませんがこれで動画終了いたします。はい、はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあおった、ありがとうございました。